1レースを勝ちましたのは地元大ベテラン高橋二郎選手です。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。1着でここにお越しいただきました。今率直にどんなお気持ちでいらっしゃいますか？最近平和島あんまり1頭取れなかったんで大変嬉しいです。いやあのファンの方もお喜びだと思いますけれども、まずはそのレースを見ながらですね、はい、お話を伺ってまいりたいと思います。2号艇2コースからスタートのタイミングとしてはコンマ1台の、まあ、中盤から後半というところだったようです、うん、いかがでしたか？安全で行こうと思って。なるほど、はい、ここから1マークに向かいます。足の雰囲気いかがですか？1と4がねスリットから出ていくから、うん、これまくれないから差しだなと最初から決めてたんですけど。そうなんですね。刺した感じ、船の動き方はいかがでしたか？いいですね、うん、スムーズに動いてくれた感じ、うん、実際、まあ、数字のあるモーターではあるわけですが、そうですね、うん、どんな印象だと言えそうですか？昨日はねとにかくコーナー乗りづらくて、はい、でたまたま前走者の真島君がいたんで、ね、こう聞いたらやっぱりそうだって言うから、うん、今朝整備員さんと相談して、はい、ちょっと下回りを交換してもらって、うん、ただだいぶ乗りやすくなったんです。その乗りやすさというところも当然この1着につながったということですね。そうですね、スムーズに回れましたから、うん、今はどうでしょう。そうすると俺1着を取って大きな不満はないという感じに。ないですね、今のところ。高橋選手は今日は実はちょっとした記念じゃないですけど、はい、今日はね昨日で満50年経って今日が51年目に突入したところなんです。それで1頭取れてなんかすごい非常に嬉しいです。そうですね、いわゆるあの選手登録をされたのがこの10月13日。そうですね、登録年月日が昭和46年の10月13日なんです、うん、でこの初日に白星した、うん、スタートはね最近あんまり早いのいけないんですけど、まあ一定心ぐらいで頑張ってなるべく連絡絡みできるように頑張ります。よろしくお願いします。